今日も各地で猛烈な暑さ、危険な暑さとなりそうです。でこちら最高気温が出る頃、今日の14時の予想気温なんですけれども、この赤色で表現されているところ、これが広く35度以上のところとなります。関東から西の非常に広い範囲になるんですけれども、その中でも特に気温が上がりやすいところの一つ、甲府市の予想気温ご覧いただきましょう。甲府市では今日の日中の最高気温39度が予想されているんですけれども、だいたいお昼過ぎぐらいがそのピークとなりそうです。で甲府市30度を下回ってくるのが今日の夜8時あるいは9時ぐらいになりそうでして、昼間も猛烈な暑さなんですけれども、夜間も熱中症警戒といったことが続きます。で今日の予想最高気温ご覧ください。各地の値見ますと、もう西日本や東日本は軒並み35度以上、場所によっては38度あるいは37度ぐらいまで上がりそうです。特にこの山梨県から東海付近にかけてが気温が上がりやすくなりそうでして、場所によっては40度を超えてくる可能性があります。でその結果、熱中症の危険度もですね、各地かなり上がってきます。こちら暑さ指数、熱中症の危険度というふうにお考えください。この赤や紫で表現されるところ、これが危険レベルになるんですけれども、35度以上のところに一致するような形で非常に広い範囲に及びます。屋外での運動は禁止していただくというところもありますし、部屋の中で過ごされる場合も熱中症要警戒です。冷房を使ったり、あとは水分塩分補給をしっかり行う、そういった対応を続けてください。